西王西王は、衆長の第二代の王。武王の子。西王とは、死後ではなく、生前からの称号である。同母帝は、進むの回祖の当宿を恐れ。他に、祝、王公、観光らの兄弟がいた。液性革命後、わずか2年で崩御してしまった父の武王の後を継いで、即位する。当時はまだ周の政治体制は、安定しておらず、 陰の三角心のこの武功や聖王のおじたちの無本、などが相次ぎ、国情は極めて不安定であった。聖王将は即位した時はまだ幼少であったので、実際の政務は母の勇強、おじの周公誕、太公坊両将、召王らが貢献した。弟の宿をそれを等に別の弟を官に封じたほか、式素成下によるとご定の一人の戦力の子孫を、 すわに封じたという。聖王が成長すると、自ら聖務を取るも、式季、本義によると、若くして崩御したと記されている。四季法然書によると、王の即位を天地に知らせて、天下太平を感謝する法然の儀式を行ったという。聖の観光に仕えた官中が記憶する限り、法然を行った最後の王であった。このキツトムが後を継いだ。 彼の代までが州の確立期であった。五冠の王光の著書、論考によると、西欧の時代に腰もが白地を剣じ、和人が通る草を剣じた。ありがとうございます。